今回は、父嫁に関する、スカッとするお話を、2本紹介します。まずはこちら。占い師に洗脳された嫁。一回離婚して、3年後に結婚しよう。わかった。3年後。元嫁と嫁母が、ある占い師に傾倒して、家庭生活まで口出ししてきて、結果、離婚した時の、修羅場の話。結婚して、1年経って子供ができないので、その占い師に、元嫁と嫁母が相談したら、これから6ヶ月我慢して、この日にしなさい。その日以外は認められません。と言われたらしい。そのせいで、新婚なのに、6ヶ月、強制レスが始まった。そして、いよいよその日が近づいてきたが、なんとその日は、嫁が月経になって、何もできず終わる、という地獄ぶりだった。結婚して1年少しなんて、まだまだ新婚の時期。まさか、こんなことになるなんて思わなかったが、元嫁と嫁母は、心酔していたので、俺の言葉に、耳を傾けることはなかった。だが、これくらいのことは、序の口だった。それから1ヶ月くらいしたある日、何気なく、通帳記入をしてみると、明らかに貯金の額が、ごっそりと減っていた。は？なんだよこれ。300万も、一体何に使ったんだ？当然、俺は使った覚えが全くない。まさかと思って、元嫁に聞いてみると、占い師の方が、運気が良くなる投資先を、見つけてくれたから、そこに投資したのよ、と言ったので、どうして勝手にそんなことするんだ。俺は何も、許可しちゃいないだろ。そこに投資すれば、運気が上がるって言ってるんだから、お金だって、倍になって帰ってくるわよ。帰ってくるわけないだろ。お前もお母さんも、その占い師に騙されてんだよ。何言ってるのよ。そんなわけないじゃない。家のお金を、300万も勝手に持ち出しておいて、嫁には全く、反省の色が見られない。もう、その占い師に会うのはやめろ。いやよ。元嫁は、完全にその占い師に、洗脳されていた。後日、元嫁が嫁母に、俺に占い師と会うのはやめろと言われたことを話したようで、もう剣幕で電話をかけてきた。あなた、娘に占い師さんと会うのはやめろ、と言ったそうね。言いました。失礼ですが、お母さんたちは、あの占い師に騙されている、と俺は思います。騙されてなんかないわよ。そもそも運気が上がらないのは、あんたがいるからでしょ。子供ができないのも、お前のせいだ。いやいや、どうして俺のせいになるんですか？そもそも、その件だって、嫁とお母さんが、占い師の言葉を信じたのが、発端ですよね。娘があの日生理になったのは、お前の日頃の行いが悪いせいだ。だから占い師に頼んで、運気を上げてもらっているんだ。娘は悪くない。もう嫁母に何を言っても、無駄だと思った。元嫁と嫁母がそんな感じだから、子作りどころじゃなくなって、新婚なのに、嫁との夜の営みも、全くなくなった。さらにこの頃、社の業績が悪く、2.5 ヶ月分の夏のボーナスが、2ヶ月になってしまった。すると、元嫁と嫁母は、またまた占い師の力を借りようと思ったらしく、あれほどダメだと言ったのにもかかわらず、占い師の元へと言ったようだ。金運や夫婦円満を、占い師にお伺いを立てると、嫁は、再婚の方がうまくいくと言われたらしく、一旦離婚して、3年後に再入籍すれば、金運も上がり、夫婦円満になる、と言われたようだ。俺の言葉は何も聞かず、全部占い師の通りにして、あげく、金まで使った。おそらく、あの投資は、占い師と関係のある、企業のものだろうと思う。もう、ずっとレスで、夫婦の話し合いもなく、元嫁への愛情もなくなったので、正直俺は、もうどうでもよかった。だから、俺は占い師の指図の上で離婚するので、俺の有責ではない、と念書を書いて、サクッと離婚届を出した。元嫁は、俺と再婚する気でいるようで、また3年後ね、と、ウキウキしながら言った。元嫁は、ドラマのような展開に、ちょっとテンションが上がっていたんだろうと思う。俺は元嫁と別れた後、なんだかすっきりした。もちろん、俺は元嫁と3年後に復縁する気なんて、さらさらなかった。俺のことを、こんなにも侮辱する嫁母と、また身内になる気もない。事情を知る友人たちからは、俺は何も悪くないのだから、元嫁と嫁母に使われた、300万は、せめて返してもらえ、と言われたが、もし返せだなんだと言ったら、3年後にまた再婚するのに、どうしてそんなこと言うの？と、突っ込まれる可能性があるので、まだ言わないでおくことにした。そして、それから3年後。俺は仕事に邁進して、その途中で、とても可愛らしくて、器量が良い女性と、お付き合いすることになった。その女性は、会社の専務の娘さん。専務は、俺がバツイチということを知っている。その上で、仕事を頑張っている姿勢に好感を持って、娘さんを紹介してくれたのだ。そして、その女性と、その後再婚した。そして、嫁との離婚から3年目。そろそろ、元嫁から連絡が来ると思う頃、俺は、元嫁の現状が、どんなものなのかを調べていた。元嫁と嫁母は、俺と別れた後も、まだ、占い師の言葉を忠実に守って、さらにお金を渡してたらしい。おそらくだけど、最初に元嫁たちが、ポーンと現金を持ってきたから、もっと絞れる、と思ったんだろうな。だが、俺がいろいろ疑ってるから、邪魔に感じて、体の良い理由を作って、離婚させたんだろう。3年と言ったのは、それくらいあれば、金を十分引き出せる、と考えたんじゃないだろうか。元嫁と嫁母は、占い師に金を渡すために、相当借金しているようだった。でも、俺と離婚した後、嫁からきっかり3年、連絡が来ないであろうことは、わかりきっていた。3年の間は、占い師の、絶対連絡を取ったらダメ、という言葉を、信じるだろうと思っていたから。
なんせ、半年以上禁欲して、医者でもない占い師から、日にちまで指定されて、守ってるような人間だったからな。で、3年経ったし、携帯を解約しようと思ってたら、元嫁親戚からの情報で、霊の占い師が、急死したって連絡があった。なんでも、突発的な事故にあって、即死したってさ。人間、悪いことやってや、天罰として帰ってくるもんだ、と思わず納得してしまった。当然、占い師が他界したところで、俺にとっちゃ、痛くも痒くもないことだったが、占い師がいなくなったことで、元嫁と嫁母も、洗脳が解けたのか、俺に連絡してきた。だから、俺は平然と。は？俺はもう再婚して、子供ももうすぐできるけど？って言ったら、え？何言ってるの？ 3 年間経ったら、再婚する約束でしょう。そんな約束なんて、俺はしてないよ。お前が占い師と、勝手に決めたことだろ？だったらどうして離婚したの？ 3 年後のためでしょ？冗談、笑。俺が何言っても、占い師の言葉しか聞かなかったくせに、よく言うよ。子供のできないことも、俺のせいにしてくるようなクソ親子と、ただ単に、縁を切りたかったから、離婚しただけ。だから、別に今、俺が再婚して子供いようが、何も問題ないだろ？だって俺たち、離婚してるんだからな。俺がそう言うと、元嫁は電話の向こうで、うわぁ、と泣き出した。全く俺の心には、響かないけどね。ああ、もし、俺の家族の目の前に現れたら、速攻で警察に、突き出してやるからな。待ってよ。私、あなたと一緒に暮らせると思って、頑張ってきたのに。頑張ってきた？何をだ？お前は、ただ占い師の言葉を真に受けて、せっせと借金を増やしただけだろうが。それも全部、あなたのためよ。だから、この借金の半分は、あなたにも責任があるんだから。その理屈を弁護士に言ってみて、通用するか、試してみたら？そもそも以前、お前は、俺に内緒で家の金をつぎ込んでるし、その前科を考えても、絶対俺に払えって言ってくる弁護士は、どこ探しても、見つからないだろうと思うけどな。嘘？借金を一人でなんて、払えない。お前の大好きな、ママと払ったらいいだろう？ああ、あとお前が使った300万、あれは、俺の個人財産だから、お前から取り戻せるようなんだよ。つうわけで、俺にも返済してもらうつもりだから、よろしくな。そんなの嘘よ。元嫁の借金は、500万以上になってるらしく、親戚連中にも、相当借りていると言っていた。もちろん、俺に払う義務はない。これから元嫁は、つぎ込んだ借金と、親戚連中に借りた金を、死に物狂いで返すことになるだろうな。3年前、嫁の顛末が容易に想像できた俺は、嫁に復讐できるこの日を、楽しみにしていた。俺は、新しい家族と幸せになるけど、バカな占い師につぎ込んだ分、俺のも含めて、今度はせっせと借金返済に、苦しめばよいと思う。続いてのお話はこちら。あんたが全部悪いの、反省した？限界が来た俺は、覚悟を決めることにした。俺が嫁さんにベタボレで、俺から猛アタックして、付き合って結婚した。そんなわけだから、嫁さんは、わがまま言っても許してくれるってことを、心得てる。釈然としないけど、それでも俺は、嫁さん大好きだから、聞いちゃってたんだよね。嫁さんは、実家が大好き。だから、月に何度も、嫁実家へ行くことが多かった。嫁さんは、相変わらずわがまま言いながら過ごしてるけど、俺にとっては、すごく気を使う時間。最初は、義父も義母も、俺に気を使ってくれていたようだったが、そのうち無視され、お茶も出なくなった。たまに話しかけられると、義父からは、仕事どうなんだ？ちゃんと出世できそうなのか？と言われ、義母からは、実家に帰ってくるってことは、あなたに何か、不満があるからってことを分かりなさいよ。とか言われる始末。俺は小さくなってるのに、嫁さんは見て見ぬふり。家に帰ってからさ、嫁に報告すると、旦那くんのこと、心配してるんでしょ。とかそっけない態度。お前一人で帰ってくれ。って言っても、親孝行なんだから、付き合ってよ。そんな生活が、1年以上続いた。その頃には、俺の精神は、ボロボロ状態だった。会社では、上司に気を使って、家では嫁に気を使って、義実家でも気を使う。自分の時間は、ないに等しいし、気が休まる時がなかった。そんな義実家から帰ったある日、もういい加減うんざりしていたので、実家に帰ると、俺、いつも文句言われてばかりだ。って嫁さんに言ったら、はぁ？文句言われるようなこと、してるからでしょ。と怒鳴ってきて、俺は固まった。怒鳴られたことにじゃなくて、文句言われるようなことって、言われたことがショックだった。俺がこれだけ頑張ってるのに、文句言われるようなことを、俺はしてるのか？仕事も頑張って、嫁さんのわがままも聞いて、そんな俺は、文句言われるようなことをしてるっていうのか？この瞬間から、バカバカしくなり、気がついたら嫁さんに、離婚してください。って言ってた。はぁ？何それ？逆ギレ？いいよ、持ってきなよ、離婚届。と、嫁さんに言われたから、次の日、本当に離婚届を、嫁に渡した。嫁はどうせ、書いたところで、役所に出したりしないだろうと、高をくくっていたのだろう。あっさり、離婚届にサインした。しばらく実家へ帰る。と、嫁は出て行った。次の日、サクッと離婚届を、役所に提出。アパートも引き払って、社員寮へ引っ越した。あれから数ヶ月、俺は社員寮で、一人祝杯をあげている。誰にも気兼ねせずに、自分の時間があるって、本当に心が安らぐんだって、実感してるよ。その後、嫁が義両親と一緒に、一度会社に来たことがあった。うちの会社って、警備が厳しくて、家族だろうが、許可がなければ入れない。
警備側から、俺に連絡来たけど。離婚して、今は他人なので、騒ぐようなら、対応はそちらに任せます。って言ったよ。それ、聞いた警備側は。これ以上騒ぐなら、警察。って言ったけど帰らずに、俺を出せ、とまくし立ててたらしく、本当に警察呼ばれてた、わら。携帯には何度か、売り言葉に買い言葉でー、みたいな連絡も来たけど、とにかく言い訳ばかりで、イライラするだけだったから、着去。本当に嫁さんのこと、大好きだったんだ。だから、わがままも何でも聞いてた。あの時の俺アホすぎる、わら。不思議なもんだが、あの一言が出た瞬間、嫁さんへの愛情が、一瞬でなくなって、今も未練は、1ミリも残ってない。いかがでしたか？父嫁に関する、スカッとするお話でした。